で富士通の町田瑠唯の名前も呼ばれました。同じく富士通レッドウェーブ篠崎美桜選手、そして中川さん篠崎選手ですね。思わず町田選手ガッツが出ましたね。ガッツが出ました。富士通からはこの2人がプレーオフベスト5。改めまして、はい、トヨタ自動車山本佐花、マウリ・ステファニー、富士通からは町田瑠唯、篠崎美桜の5人がダブルリーグプレーオフ2021-22のベスト5に選出。